一言物申す。諸先輩が作ってるゲームから学ぶことがありませんか？学ぶことはあるでしょ。温故知新でしょ。熱量感じひんねん。俺やったらこないしますけどねって思ったやつだけがクリエイターになれるんですよ。皆さんこんにちは。日本元気にする YouTuber 岡本由紀です。今日もよろしくお願いします。今日はゲーム業界を受けたいという若者に一言物申す。この年になってくるとね、大体こう文句多くなるんですよ。最近の若い子はとかね、いろいろ言うわけですよ。まあ、僕も例に漏れず今からちょっとクチクチ文句言いますんで、ちょっと聞いててください。でもまあ採用する側はこんなこと思ってますよっていうことをちょっとご理解いただいて、それがそうなんや、そう取るんやったら俺はそうならへんように気をつけようというふうに舵を反対側に切ってもらえたらなと思ってますっていう、そういう話です。いろいろね、嫌だなと思ってることがあるんですよ。いきますよ。携帯アプリの開発をやってる会社を受けに来ますって時に、ゲーム機持ってはらへんのですよ。今で言うとまあスイッチとか PS5 とか持ってはらへん人が多いですよ。わかりますよ。携帯アプリを作ってる会社を受けたい、だから自分は関係ないみたいな、もしかしたらお金がない、言いたいことはめっちゃわかるんです。わかるんですけど、諸先輩が作ってるゲームから学ぶことがありませんか？学ぶことはあるでしょ。あなたたちは本当にそれでゲーム業界を目指してますかっていう質問に対して、本気度が伝わりますか？過去の歴史をこう全部見て、で新しいものを作る、温故知新でしょっていうふうに僕は思ってるわけですよ。古いものも見なあかんけど、今流行ってるものぐらいは遊んどいてほしいんですよ。世間でこれが流行ってんねんと、海外でこれが流行ってんねん、日本でこれが受けてんねん、中国でこれが受けてんねん、言ったら触ってほしいんですよ。でそのマーケットを想像してほしいんですよ。なんでそれがおもろいんか、なんでそれがその地域で受けてんのかって自分なりに解析してほしいんですよ。そんなこともする気もない、そんなものに金も時間もさっきもないってやつがゲームクリエイターになろうとかっておこがましいと思わないですか？面接してる側からすると、はい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 、オッケーオッケーみたいな落とせるやつっていっぱいいるんですよ。ほんまに目指してる子らだけが来てほしいんですよ。結局ここしかないねんから。プロの世界もこんななってて、ピラミッドになってて、ここだけしか儲かってないねん、ここだけしか認められてないね、世間には。そこ目指してほしい。そこ目指してるんやったら、ここのものは遊んどいてや、プロのこれ見といてやっていうだけの話なんですよ。今はとりあえず売れてるやつだけでも遊んどいてほしいっていう思いがある。次に、人生かけるぐらい遊んだやつがありますか？あるんですよ、皆さん。結構あるんです。だけど、いやそんなはないですっていう人がいるんですよ。熱量感じひんねん、このゲームほんまに好きやねんと、遊び倒してんねんと、もう何百時間もやってるんやと。その中で、ここはほんまに勉強になりましたわ、これほんまに勉強になりました、ゲーム業界に残りますわ、ここの部分はっていうね。でもここの部分がなんでこうなってるのか僕には理解できませんねんっていう疑問が残る。その時に、俺やったらこないしますけどねって思ったやつだけがクリエイターになれるんですよ。そこが一番大事なんですよ。俺やったらこここないするけどなって、もっとその次のアイデア、俺やったら続編作るときは絶対こないしてやるとか。だから前のゲームを完全に理解する、そこから先どう消化させていくかみたいなことは皆さんの実力なんですね。だそれを学生のうちから手に入れるためには、ある程度遊んどかなかん。ある程度ってのはこのある程度ですよ。ある程度遊んどかな。継続に勝る才能ないからね。分からへんかったら分かるまでやればええんやから、遊び倒してほしいんです。遊び倒せば初めてこう見えてくるもんがあるんです。そこを僕は強くプッシュしたい。あとね、課金してないって自慢する子がいるんですよ。わかりますよ、学生なんやし、その課金せんでも遊べるし。でもこのゲームは課金してるんです、このゲームは課金してないんですっていうゲームがあってほしい。なんでや、課金したいと思わせる何かを手に入れてほしいから。課金したいと思うゲームがなかった人に、あなたはどういうふうにすれば課金するように思えるようにゲームできますか、そんなゲーム作れますかってこう聞くわけですよ。誰もが課金せえへんかったらこれゲーム成り立たないんですよ。僕は裾野広くして山高しって言ってるんですよ。みんなが遊んでくれてるから課金する上の人の山は高いの。で、課金者の気持ち分からずして運営はできひんですよ。それを理解してもらおうと思ったら、自分は課金したこと経験がない、それじゃダメだと。学生で苦しいのは分かります。だけどそこは頑張ってお金払わなあかんところって分かってたら、お金払った方がええんですよ。今あなたたちがゲームクリエイターを目指してる、携帯アプリのゲームクリエイターを目指してるんやったら、これぐらいの課金はします。でも今月はちょっとこれぐらいやってみました、なんでこのキャラ好きやったからです。それ、それが大事なんや。
そういうことを自分らで感じて、それをしてるから、そういう人が世の中におるからこのゲームになれたって、その割合でこのゲームは運営されてる。ゲーム作りたいんやったら課金したいゲームぐらいないとあかんと僕は思ってます。最後になります。ゲーム作ったことがないですよ皆さん。今時ね、ゲーム実は作れるんですよ。簡単にユニティを使えばゲーム作ることができるんですよってことなんですよ。で、僕でも絵描きですから、プランナーですから、わかります。そうなんです。 C シャープ覚えるのがめんどくさいのであれば、それで作らなくても結構です。ボードゲームを作ったっていい。ボードゲーム作るともめちゃめちゃ難しいんで、じゃあそれはちょっと無理じゃないですかと。わかりました。じゃあボードゲーム遊んでください。ボードゲームはなんかどっか未完成のとこあるんですよ。俺やったらこないすんのにな、俺やったらこないすんのになって考えます。そういうことを感じてほしい。それはゲームを自分たちが調整していることになるんですね、っていうふうに僕は思ってますってことです。ってことで、面接来るときに面接官側は何を感じるのか、あなたたちの発言に対して何を感じてるのかと、そういうことがちょっとできてないこれが多い。もう一個おまけに、どこ見てると思います？履歴書の人と違うところだけです。こいつとここが面白そうやんかっていう違うところだけ見つけて、そこ質問してるんです。そこになんかフックのあること書いとかってあかんでっていうのと、そこには絶対質問が来るように罠張るんですよ学生側が。その罠に引っかかって面接官が聞くから、あなたたちは準備した答えをわっと話して、それにまた返しがあるからもう一回準備したやつで返す。それをいかにも準備してなかったような顔して、あ、そこ聞くんやみたいな顔して答えてください。それでね、ほぼほぼいけますから。だいたいね、ゲームプランナーはね、面接の印象ですよ。どんな罠の張り方がいいのかは、また今度いずれどっかのタイミングでお話してみたいかなと思ってますってことで、今日はこんな話をしてみました。気に入っていただけたらいいねボタンを、でまだチャンネル登録をされてない方はぜひチャンネル登録を、 Twitter と Instagram の方もやっております。よかったらフォローしていってください。大変喜びます。ということで今日はここまでになります。バイバイ。